今回はふわふわカニ玉の作り方を紹介します。表面が柔らかくふわふわで中はとろっとした半熟状態に焼き上げました。さっぱりして甘みのあるあんで仕上げました。それでは作っていきましょう。まずは長ネギを切ります。縦に切れ目を入れ真ん中の芯を取り出します。切りやすい長さにして斜めに細切りにしていきます。斜めに切ると繊維を断ち切るので香りが強く出て口当たりが優しくなります。甘酢だれを作っておきます。砂糖 25g、 醤油大さじ3、酒小さじ1、酢大さじ3、水 100cc です。材料は卵4個に、カニ肉 80g、 長ネギ 30g です。今回はカニかまぼこを使っています。卵に塩コショウを入れ調味します。この時の塩加減はカニ肉の塩気を考慮して控えめにしましょう。卵はしっかり研ぎほぐしておきます。カニ肉とネギを入れ混ぜ合わせます。鍋をよく温め、油を引き、なじませます。一旦油を切り、再度鍋を熱し、また油を入れます。白い煙が出てきたら、卵を流し入れます。卵を入れたら、ジャーッと音がして周りが膨らんできます。鍋を回しながら軽く煽ります。ヘラで中央に集めるようにして丸くまとめます。火口から離して火が入りすぎるのを防ぎます。鍋の縁に卵を寄せて下からヘラを入れ返します。鍋を回しながら軽く表面を焼き、ヘラで形を整えます。よく焼いた方が好きな方はここから何度か返して焼いていき火を通します。焼けたらヘラですくい皿にのせます。甘酢だれを鍋に入れ一度沸かします。沸騰したら水溶き片栗粉でとろみをつけます。卵は中が半熟で下から液が漏れてきている状態です。ここに上から熱いあんをかけることで漏れてきている液も固まります。今回はふわふわカニ玉の作り方を紹介しました。
卵が鍋に焦げつかないように、はじめに鍋をしっかり焼き、油をなじませることが重要です。このチャンネルでは簡単なまかない料理から本格的な中華料理までを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。